ードをプレイするか選ぼう。冒険マップ。マシンに君臨するトップ3ハンターにチャレンジしよう。バトルに勝ってその座を奪い取れ。相手のチームが現れたぞ。君が乗る相棒ゾイドをスキャンしよう。矢印の場所に二次元コードをかざそう。カードがないときは青ボタンを押そう。絆レベルを確認するときは緑ボタンを押そう。君がのスキャン完了。1体目のサポートゾイドをスキャンしよう。矢印の場所に二次元コードスキャン完了。2体目のサポートゾイドをスキャンしよう。矢印の場所に二次元コードをかざそう。カードがないときは青ボタンを押そう。スキャン完了。君のチームの完成だ。バトル支援カードをスキャンしよう。矢印の場所に二次元コードをかざそう。カードがないときは青ボタンを押そう。バトル支援カードをスキャンしよう。スキャン完了。準備完了。いよいよバトルスタートだ。
発掘。ゾイドを発掘したぞ。宝の地図を発見したぞ。解読してお宝をゲットしよう。今回は特別にこのカードを追加するぞ。復元するカードを選ぼう。データを書き込もう。書き込み完了。カードを復元中だ。ちょっと待っててくれ。カードの復元が完了したぞ。忘れずに持って帰ろう。宝の地図を光にかざしてみよう。続けて発掘するときはコインを入れよう。やめるときは青ボタンを押そう。続けて発掘するときはコインを入れよう。やめるときは青ボタンを押そう。続けて発掘するときはコインを入れよう。やめるときはレバーを上下させて発掘するポイントを選択しよう。レーダーを回して今回発掘できるゾイドを調べよう。レバーを上下させて発掘するポイントを選択しよう。レア発掘。いや、レアなゾイドを発掘したぞ。カードを復元中だ。ちょっと待っててくれ。カードの復元が完了したぞ。続けて発掘するときはコインを入れよう。やめるときは青ボタンを押そう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 。続けて発掘するとき忘れ物に注意しよう。またな。